写真拡大。オリックス西村特分監督は18日、今キャンプの練習最終日となる25日に宮崎市日よたけ総合運動公園速建スタジアムで行う恒例の一本締めをスタンドのファンと一緒に行うプランを明かした。若月選手会長が、手締めをやるんですが、今までやったことのないことをやりたい。ファンの人も見に来てくれている。選手会長の温度でファンの人と一体になって手締めをやれたら、一番はチームとしてどうやって勝っていくかですが、ファンの人たちにどうやってお返しできるか、いつも考えています。時には選手も呼んでペンを走らせることも。ランチ特打の時間には抽選で選ばれたファンをグラウンドに招待して間近で見てもらう企画も発案した。一人でも多くオリックスファンになってもらいたい。西村監督の思いがファンと一体となって行う手締めになった。今キャンプの練習日は20